エルカチャンネルのショーです。こちらセサミスマートロック、ちょっとこれはもう古いやつなんですけど、初期型の方をですね買ってみました。エルちゃん、こちらが今回購入したセサミですね。そしてこちらが2番目に出たセサミミニです。そして今一番新しいセサミ3か。スマホを使ってですねドアの鍵を解除したりロックしたりできるようにするやつなんですけど、あ、鍵閉めたかなとかいう時に役に立つやつですね。結構俺もあっていうことがあるので役に立ってくれればと思って取り付けてみました。スマホで開け閉めができるんですけど、 iPhone だとコンコンとノックをすると開くらしいです。遠隔でも開け閉めができて、友達に鍵のシェアができるみたいですね。で、開けたり閉めたりの際にスマホ本体に通知が届きます。そしてセキュリティは亡国の軍事レベルと同等らしいですよ。本当かな。で、取り付けてみたんですけど、物自体を取り付けるのはそう難しいことではなかったです。どちらかといえばですね、その後の設定ですねが分かりにくい。説明書もあるんですけど書いてあることが足りてない、人の方にですね書いてあるっていうのが調べてたら出てきたので、そちらの方で設定をしてたんですけど、結構大事なところが見つからなくて調べるのに時間かかりました。エルちゃん、はい、こちらになります。ここにですね鍵がついてるんですけど、その上にこうパコッとはめるような感じで我が家のは固定できました。で、手動でもちゃんと開くので問題はないんですけど、スマホを使ってですねやってみたいと思います。エルちゃん、こちらが一緒に買うと便利になるっていうのでついてました Wi-Fi モジュールですね。これがなくても全然使えるんですけど、ドアの前にいなくてもドアが開けれるようになります。エルちゃん、あと我が家にはアレクサがあります。こちらにも連動できるのでやってみました。ただこっちでも結構設定が大変でした。なってはいるんですけど、なんだろう、なんかすっきりしない感じになってます。アレクサ、ドアの鍵を開けて。ロック解除しています、お待ちください。アレクサ、ドアの鍵を閉めて。ロックしています。少々お待ちください。オープンセサミ。今回はこちらのセサミを紹介しました。次回の動画まで俺にかかってこい。